川で鮭の調査する、鮭とか鮭か魚類、まあ、他の魚類もいいんだけど、調査するときに、どんな風にやるかっていうと、まあ、普通は海だったら大きな網使ったりとかすると思いますけど、川の通りも鮭から一生懸命重いのを背負ってくれてますけど、電池ショッカーっていうのを使ってやってます。今これ電池ショッカーでやってます。電池ショッカーでこれから今全部でやってくれます。まず背中見てて、これすごい重いんですけど、ここに、車よりちょっと小さめのバッテリーが入ってます。で、ここは専用側になってます。で、こっち側にと、ポールの先の電気がブーッと流れまして、そこにいた魚を一瞬終わらせる、殺すための電気じゃない、終わらせるための電気です。で、取り付け何か取ってみる、見て、あっちでいい、いや、見えるところで、どこかはい、最初、最初、あー、ちょっとじゃあ、あそこ、獣道あるから、ちょっと雪、狙いますけど、行ってみてください。はい、中のリングあっち向けさせてかっこ悪いから。ちょっとやりながら下ってきて、取れなかったら取れないでいいから。桜松になります、ね、こういう魚も取れます。アメマスもいます。アメマス、アメマス、わーすごい、こんなのも取れたんですね。でこんなのなんか結構イクラ食べちゃったりね、します。すごい、まあ、これはヤマメもそうだけどね。綺麗イワナの仲間は白い点々、ホワイトスポットになるん でこういう魚で、こちらの仲間ってのは白いスポットで基本いませんから。かわいい。あとちょっとハゼみたいなのいると思います。浮き彫りも入ってます。で浮き彫りが、いますから、後で見てみて。浮き彫りわかる、いるでしょ。かわいい。あと今日は取れなかったですけど、ヤツメウナギの幼生のね、アンモシテス幼生なんかもここで、取れたりすることもあります。はい、じゃあ一応こちらはこれで終わりですけど、なんか質問が